動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっている。カッパ棒の肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。ああ、右手にいるリスみたいな小さな、プレーリードッグといって西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくてかわいい動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしているんですよ。皆さん、この辺で一番大きな銀行、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは金が見つかってから、よっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっています。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。それではこれからさらに時間を遡り、皆さんをある特別なところにご案内することにしましょう。息を引き取ってどうぞ。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。
どうでした？無事に元の世界に戻ってきました。今見たものは他の人には内緒ですよ。さあ、もうすぐウエスタンリバー鉄道へ行く。列車が完全に止まるまで座ったままで待っていてください。降りるときは忘れ物がないか確かめてから、足元に十分気をつけて右側に降りてくださいね。神秘港到着です。ステップに気をつけてお降りください。ini yang parang wild wild west boring ya? Gila Very popcorn. Turos. Ah. The pork rice roll. Seafood sa akin, plus chicken. Bacon and pineapple. Bacon, sili. Thank you. This is seafood. This is bacon. Golden pineapple soda. Thank you. Thank you very much. Thank you.
terrorists. Tiramoko.